代の妖怪ハンター。僕ドキゴロウと一緒に現代の妖怪を退治しまくるドキよ。ああ杉原誠というしもべもいるけど、こいつはどうでもいいドキ。さあ今宵はどんな妖怪と戦うドキね。妖怪放置自転車登場。つまり何か、親父さんが留守の時は二人きりってわけ。そりゃ絶対先週のつまずきがあるでしょ。いや別に何もない。まあ本当本当俺だったら絶対なんかあるな。そうかな、しもべつらいだけだよ。何かあるじゃなくて、何かしてしまうか。行こ。あ、君かだ。誠くん、教室で渡すつもりだったんだけど意外と時間かかっちゃった。はい、あ、休んでた分のノート教科別に要点だけまとめといた。ありがとう、助かる。なんだ、誠には随分優しいじゃんか。委員長としてこれぐらい当然じゃない。ドクちゃんも欲しい。あなた生徒じゃないでしょ。他に困ったことあったら遠慮なく言って。ありがとう。じゃあね。じゃね。お前引きこもりの間に現役じゃん。ねえドガちゃんも欲しい。どうせ見てもわかんないからこれ。そうじゃなくて、あれ。捨てちゃいけないよ、一緒に焼かれちゃうんだよ。じゃあ好きなの選んでいいか。いいの？うわー、あっちにもある。チャリリリリ。ねえまずくないのこれ。お前は気まじめすぎんだよ。放置自転車が減ればみんな助かるんだから。そうかもしんないけどさ、だって誰が見てるかわかんないじゃん。大丈夫だって。はあ、あった。やっぱこんなの良くない。前にね、これ母さんが使ってた。しばらく誰も乗ってないけど、あの僕かも。ちょっと乗ってみて。はい、違うの？ここ。ここだ。違うって。違う。ここにお尻乗っけんの。ここにお尻。逆だよ。もうこっちが前。こっちが前。こっちに行きたいんだから、こっち。こっち。はい、そう、乗って。ペダル漕がなきゃ動かないよ、これ。ペダル、自分で漕ぐの。違う、なんだよそれ。ペダル、もうちょっと、まあいい、もうちょっと離れて、行こう、こうでしょ、行こう。だから、こうやって足を踏ん張ってペダルを回すの。ペダルが踏ん張って足を回すの。違う、足を踏ん張ってペダルを回すの。ペダルが踏ん張って足が回るんだ。違う、足あるでしょ、足。
ってろよ。生まれ変わった俺。何見てんだよ。俺はこう見えても人を怒れる男なんだよ。なんだよ。はい。おお、すげえ。いいぞ、ドグちゃん。だいぶ上手くなったな。シースタの教え方上手。ドグちゃん大満足。マコトは全然役に立たない。だってさ、ほらやっぱ俺にくれだから、いつでも変わるから。どういうつもりなんだよ。俺はこう見えても人を怒れる男なんだよ。このまま引き下がんねえぞ。正義の味方のつもりか。だったらよ、ここに放置してあるチャリンコ、みんな持ち主に返してやれよ。みんなやってんだよ。一人が辞めても何にも変わんねえんだよ。何にも。はい、片付けろよ。それがおめえの仕事だろ。おいおい、何してんだよ。なじいちゃん、おめえてんじゃん。喧嘩越しで言わなくていいし。関係ないでしょ。はい、足終了、終わり終わり、はい、助かったドキ。それは外、なんで人間はまだ使えるものを捨てるドキ。分かんないけどさ、みんなほら新しい方がいいと思ってんじゃない。そんなこと続けて物がなくなったらどうするドキよ。そこまで誰も考えてないでしょ。じゃあ出かけるよ。ん、どこへ。あの人なんか匂うんだよね。大丈夫だよ、痛くないよ、怖くないよ。また直してあげるからね。
誰だ？だよ。捨てられた自転車の怨念が実体化した妖怪だドキ、人間と同化して暴走を続けるドキよ。今日のは格別ね。荒川に生えてた葉っぱを煎じたドキ。あのさ、このままほっといていいの？うん、あの妖怪はほっておいても自滅するドキ。え、自滅って？深夜0時になると地獄の門が開くドキ。あの妖怪は取り付いた人間を道連れに地獄の炎に飛び込んでいく習性があるドキよ。だからわざわざ退治する必要はないドキ。そっかそうなんだ、心配しちゃったよ。いただきます。やっやっや、助けて、あっちあっち、どうちょ、え、そしたらあの人死んじゃうじゃん。まあそうなるときね。ねえ、助けなくていいの？どうして？え、どうして？ドグちゃんは妖怪退治が仕事だよ。うん、それにあの人なんか嫌い。いやね、それとこれとはさ全然関係なくて別でしょ。縄文時代はみんな自分で道具を作って、うん、その道具で物を作ったの。うん、それなのに今の人間は物を作らないくせに物を捨ててるじゃない。うん、だから僕たちは守る価値がないってこと。妖怪倒せたらそれでいいのか？そんなこと言ってないもん。じゃあどういうつもりだよ。しもべのくせに生意気だドキ。ドグちゃん思い知らせてやるドキ。ドグちゃん人間のことよくわかんない。眠たくなっちゃった。よいしょ。あ、わしも眠くなったな。おいで。なんで人間はまだ使えるものを捨てるドキ？みんなやってんだよ。一人がやめても何にも変わんねえんだよ。捨てちゃいけないよ、一緒に焼かれちゃうんだよ。わかんねえよ。分かんないときは分かんないままでいいのかな。
危ない。寝起きを起こされて不機嫌だぞ。大きい下辺がドグちゃんを出し抜こうなんて1万年早いんだからね。乗って。人間がいくら走り回ったって妖怪は見つからないよ。飛ばすよ。おっぱい触った罰どき。まい。止められない。来た。邪魔をするなって言っただろうが。止まってください。今さら止まれるか。青さらば。大丈夫？は？何が？ドグちゃん自転車初心者だから。じゃあやられたのは僕だったのか。助けて！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 助けて
助かった。今回は助けてあげたけど、次は知らないからね。はい。目に焼き付きました。人間ってしょうもない生き物。私はただいま周辺住民から苦情が殺到している。ゴミの家にお邪魔しております。物は大事にしないでね。はい。恐ろしい目に遭います。そうです。今思い出しただけでも話が。もう本当にしまっていいの？うん。なんだか飽きちゃった。あんだけ大騒ぎしてたもんね。ねえ、この自転車誰も乗らないのにどうして捨てないの？人にはね、うん、たとえ使わなくても捨てられないものっていうのがあるの。だから気が変わったらいつでも乗っていいよ。うん。ルールを破っちゃいけないよ。一緒に焼かれちゃうんだよ。コスプレ女モグちゃん、マコトの様子がなんか変だっけ。次回、妖怪ブレイコー登場。思春期の暴発ドキか。モグちゃんじゃんけん。